人に触れるというのは本当に命に触れることだと思いますんでね、それを絶対に忘れないようにしてください。治るっていうことをちゃんと信じてあげてください。患者さんのその治癒力を信じてあげてください。それに対してテクニックをやったら 100% いい効果出てくると思います。はい、ありがとうございました。うちのスクールはですね、もうあの触診検査治療って言って、治療科の先生たちが結構困ってるところを徹底して教える、患者さんの状態をチェックしてこのテクニックが効くなっていうのを正確に分かって、どんな人が来ても対応ができる、そんな整体スクールです。まず体験会の方に行かせてもらった時に、先生の技術とやっぱりあり方に感動して、あ、もうこの人に教わるしかないなと直感をしまして、受講したのがきっかけです。もういろんなセミナーとかスクールに行ったんですけれども、松本先生と決定的に違うのは、基本的なこと、触診を徹底してやるんですね。そういうセミナーって今までなかったので、触診と検査と治療はワンセットということを教えてもらいます。痛くなくなってたらラッキーみたいな感じだったので、ちゃんと自分で治しているっていう実感が欲しかったです。最初のこれをやったらいいよっていうよりは、本当にどうやって触るかとか、本当に触れ方からやるので、そういうところはなかなかないなと思います。テクニックじゃないところから学べる、あり方とか考え方とか、腰痛だったらこの技をやりましょうみたいなものがないんですよね。本質的な部分により近いところを学べる。派手ですぐ結果が出るようなものを求められる方が多いからこそ、この地味でかつ普遍的な永久的に使えるような原理原則が学べるっていうのは何よりの価値だし、他の方との差別化がやっぱりそこでぐっと生まれるので、まあ、地味ではあるんですけども、だからこそやりがいがあるなっていうのは、ここに来たことは間違いなかったなっていうのは。治るか治らないか一か八かみたいな治療してる先生たちがすごい多い業界だなと思って、原因を探すっていうのがいかに大事かっていうところで、ちゃんと結果が出るテクニックを使えて、でその上で患者さんが良くなるっていう状態を作りたいなと。で僕だけ治せても全然メリットないなと。社会に貢献するんだったら治せる治療科、僕と同じように原因であるものをちゃんと見つけて矯正して治せるような、そんな治療科を育成することが結果的に地域の人たちも幸せになるし、日本も幸せになるし、もしかしたら世界にそれが発信できればもっと治る人が増えて健康になるんじゃないかなと思って、このスクールを始めました。